コメヘシーズン42エピソード2いきまし !Okay! シーズン42のビート !Like this!Like t、like、this. h a t t a o l i k e this!Exemp!El r o b o h o r t y what's going on?Kino!Taking a show note, a c o m m e n t a y h a k real good enough to p o n e my m a t i o e s o d h o a v t m s h e m m you say ho! Okay. はい、エピソード2行きましょうはいえー、っとねはい前回はおそらく北斜はい行きますえー、質問のこう質問のこうですえー、ブリさんのラーメン通販してないですか食べたいけど距離的に直接店に行けませんちなみにクレンチさんは元気ですか 動画や画像があれば見たいです。ああのね、なんだっけな、あの、チャーシュー、チャーシューは、あの、通販するかな、なんて言ってたね。うん、これね、あの、ちょっとねい、いろいろあるんですよ。あの、届け出が必要なものと、許可が必要なものとかっつってさ、そう、あの、ふ、普通の、あの、店舗やってても、 例えばね、あの、冷凍にしてそれを通販する場合って、ちょっとだけ、あの、なんつうの、機材とか、お店の作りをね、あの、こう、保健所にね、あの、こう、言われちゃう時があるんですよ、これ。だからね、うん。まあ、あの、あれだね、あの、冷凍じゃなかったら多分ね、いけるんだけど、うん。でもね、冷凍じゃないと、多分、ああいうものは難、難ずあの、麺とかさ、難しいと思うからね、うん。 まあ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 。あの、まあ、コウさんもどこ住みだかわかんないけど、あの、あの、い、結構店舗4店舗くらいあるんで、近く行ったら、あの、食べてみてください。ということで。はい、ありがとうございます。はい、次。え、えー、っとね、これは、あれですね。花ズブルームだから。花ちゃんのお部屋ですね。はい。え、これはね、は、花ちゃん。花ちゃんで行くか。花ちゃん。花ち,ちゃんこれ、えー、っと、 三連続できてますね。はい。えー、しょっぱなからディギーの帽子ネタ好きすぎー。携帯で動画見ると文字起こしされた文が最初見れなかった、うん。常に作りたいってすごい。これはあれですね。全部252に反応ですね。何これえ、携帯で動画見ると文字起こしされた文が最初見れなかった。あのね、あれですよ。あの、 俺が、んなんだろう、これ。これはね、わからん。もしかしてあれかもね、あの、YouTube で文字起こししているのかもしれない。花ちゃんは。どうなんだろう。でもね、あの、普通に、俺が編集ソフトで作ってっていうのは消えるわけがないからね。なんだろう、これは俺もわからん。はい。しょっぱなからディギーの帽子ネタ好きすぎ。 帽子あれ二段帽子これかこれこれかっつってあるのがすごいよね。二段帽子。二段帽子好きだよね、みんなね。これあれだね。やばいね。あの、ニューヨークの上にコンプトンがあるっていうね。どんだけ雑食性なんだっていう。<laughs> はい。はな,はなーちゃん、はなちゃん。ありがとうございます。これなんだろう文字起こしわかんない。これはわからん。なんかいろいろあるよね。YouTube。あの、この、 半音見られない問題もさ、もうよくわかんないけど、なんか定期的に、定期的になんか起こるよね。うん。まあいいや。はい。次、行きます。えともまる、ともまるさん。これはね、アットマークの後が読めますね。あの、ひらがなでともまるだったような気がする。えー、はいさん、こんばんは。あの歴史的瞬間、んキャップが取れた。あ、ディギーのね。 見たときはびっくりしすぎて、えー、ずっと注視していたのを昨日のことのように覚えています。えー、投げたキャップを取れた方、うら、ま、羨ましく思いました。これも252に反応。ああ、あの、あれね。DVD に、あの、残ってますね、これね。DD がキャップ取れたやつね。はい、ありがとうございます。はい、次。ああ、これはもう読めない。 ごめんなさい読めません、えー、ブリスターさん4店舗も出店しているなんてすごいお忙しそうですねというか豚骨ラーメン食べたいですキクラゲおいしそうだしチャーシュー分厚いのとかハイさんのお,お話聞いててものすごく,く食べたくなりましたちなあちなみにねただいま夜中ですが豚骨ラーメンってカロリー気になりますまあ確かにカロリーは気になりますね、うん、でもあれですよ行ってみてください これも、これこれあれですね。あのー、249に反応です。はい、ありがとうございます。はい、次。ヒデさん。はい、復活のヒデ。えー、ハイニーお疲れっす。なんだかんだ。まだな名古屋にいました。えー、名古屋の天気が暑すぎて夏が怖いです。ハイニーが住まれている、えー、地域の天気はどんな特徴がありますか仙台の夜は、夜はジメジメしてて、ええー。 冬はは雪の量より寒寒さででで肌がが猛烈に痛くなる感じですす暑いと寒いいとどっちが良いですかこれはねあっやばいぜ二段帽子をずっとしてたというこれはねあのこれはね俺はね暑い方が好きだねこれ何回か言ったことあるかもしれないけど夏生まれだからかもね分かんないけど全然あのあれですよ俺寒いの超苦手うん っていうかあれだね。仙台の夏ってジメジメしてんだ。なんかカラッとしてそうなイメージがあるけどね。そんなことないのね。名古屋名古屋もう暑そうだね。なんかね。あの辺、あの、岐阜田名古屋とか暑そうな感じがする。うん。はい。ひでさん。これ、これあれだね。1ヶ月前になってるよ。まだいるのかな、夏。今年はね、あの、ちょっと暑いんでね。気をつけてくださいね。皆さんね。夏風にも気をつけてね。 そういえば夏風邪、あれですよ。あの、この声を聞いてわかると思うんだけど、もうね、最近治ったの。あのね、い今日7月、えー、?18 だか19だかなんだけど、あのね、あの、先日17に、えっと、7月17に、あの、ラッキーフェス出てきたじゃん。クレブリーのさ、それそ、それの2、3日前に喉が治ったって感じ。 そう。だからね、もうずーっとかれこれ1ヶ月以上ね、喉、喉やばかったね。皆さんも気をつけてください、本当に。はい、ありがとうございます。ひでさん、ありがとう。はい、次。えー、えっ、ー、と、ジュルリ。はい、さん、こんにちは。ツアー回りました。会場ごとにテンションが違くて、ツアー楽しかったです。現場の空気感好きです。これも252位に反応、ツアーね。そうですね。 あの、会場ごとにね、あの、やっぱね、こう、お客さんが、が変わると、やっぱりこの、テンション感も変わるよね。うん。それを結構、ね、あの、なんだろう、楽し、楽しみに、あの、ワクワク、わくわく楽しみに、こう、来る方も多かったのではと思います。はい、ありがとうございます。はい、次。あー、これはね、これは読めね。え、えー、ありがとうございます。えー もし一日限定だけでも、えー、ソールドアウトの復活ライブがあったとしたら、絶対にこれだけは歌うという曲はありますでしょうか好曲ほど知りたいです。好 <laughs> 曲かよ。多いな。うん。あ、名前書いてある。ささがきごぼうし、より。ささがきごぼうだね。ひらがなでささがきごぼう。えー、これはだって、あのー、 なつうの代表曲っていうかほらウェカピッポフライトタイムとかさなんかそこら辺とかあのス,ターライスターライトディスティニーあとはドリーマーズあドリームドライブとかっつってもうこれだけで5曲になっちゃうじゃんうんまあいろいろあと東京通信とかさ、うん、まあねまあこれさよくさあの何余談余談というか雑談になっちゃうんだけどあのよく1日だけ 限定で復活する人たちってなんかちょっと前まで結構あったじゃんちょっっと前までって今もあるかどうか知らないけどあ,これあれってさだってずーっとこうねえあの一緒にやってなかった人たちがまたこうジョインしてさそれで2時間とか2時間半とかのライブやるんでしょってことはさもうそれのもう。 話が決まるのってさ、もう一年近く前から絶対そういうのって決まるわけ。で、それで、スタジオ入り出してとかってなるとさ、やっぱ2、二、三ヶ月ぐらいスタジオ入、入るような気がするんだよね。二、三ヶ月は言い過ぎかもだけど、まあ1、一、二ヶ月は絶対入ると思うの。そんなことをやってたらさ、一日だけじゃ物足りなくなるよね。うん。あの、その後、 あの、2、3年やりたくなると思うんだけどね。最低でも。どうなんだろうね。まあ、あいろんな政治とか、ね、そういう商売的ないろんなことがあるのかもしれないけど、なんか心情的にはそうなっちゃうんじゃないかなって思うんだけどね。はい。ありがとうございます。ささがきごぼう、ありがとう。はい、次。お、来ました。えー、質問のこう。質問のこうです。普段 DJ ます、テディに本名呼びですか 本名呼びじゃんね。ないね。うん。本名呼びじゃないです。はい。ありがとうございます。オッケー。切る。ちゃんと切る。時間でございます。えー、シーズン42、エピソード2。これにいて終了。3に続きます。ではでは。